この文章で何が行われているのか、まあそういうのをね、考えていただければわかると思うしな。まあこれだけ見ればわかるだろう。まあ皆さんのね、賢い頭、バカな頭を回転させて、まあやっていただければよろしいかと思います。まあこういうのもそうだしな。あとね、まあこれか。ちょっと回転させないと見えないので、回転させないと見えないので、ちょっと待ってね。どうしたらいいんだこれ。どうすんだこれ。ブーンとこれいいのかな。回転させないとダメか。よっこいしょ。ほい。よっこいしょ。ちょっと映らないかな、これ。あ、これで映るな。ちょっと斜めになってるけど。斜めになってるし、全部映らねえな、これな。全部映らないな。まあ、これでいいか。これちょっと、まあ、これもね、そうですけどね、サビオバは、サビオバは発信してますけどね、本当にやめてほしいんです。簡単にぶっちゃけますね。私は病気じゃないので、まあ、もう最後まで話を聞かなきゃダメって。まあ、これね、みやびくんと喧嘩したりとかね、まあ、その内容の中でのこのやりとりなんだけど、ぶっちゃけますねって、私病気じゃないってね、まあ、これぶっちゃけちゃってんで、ぶっちゃけるってことね、これ誰も知らない情報だわな。だからぶっちゃけてんだな、俺にな。まあ、アホだなと思うけど。ね。まあ、それでね、あのね、市営住宅とのね、家賃も安くなってるし、俺は3万円って聞いている。まあ、細かい金額はあるんだろうけど、3万2千円とか3千円とかあるんだかもしれないけど、まあ、ぶっちゃけババアですね。ぶっちゃけババア。まあ、市から、返金請求。なんかまあね、その雑談たぬきの本、ね、みやびくんのところの雑談たぬきの情報が本当か本当じゃないかはわからないけど、まあね、あの、ババアがそもそも子供いて、その頃に、なんか借りた、市住宅。なんかそんな話らしいです。ただそれも本当か嘘かわからないので、あくまで雑談たぬきなんでね。はい。なんで、そのままとりあえず、とりあえず収入が少ない中っていう中で、あの、とりあえず市営住宅を取ってるわけだけど、まあ、収入申告をまともにしてるわけがないと思ってるんだ、俺は。まあ、収入を知ってるから、みやびくんママの収入を知ってる。俺は先月の収入を知ってるし、先々月の収入も知ってるんだよ。それはわかるんだよ、俺の方から。なんでかっていうと、運営の、運営で管理する、その、ページがあるんだけど、一人一人の金額だったりとか、放送時間、放送日数、あとは動画を上げた日数、あとは、フォロワーの、増加率、まあそういうのが全部見れるのがあるんだよ。だから金額はわかるんだよ、大体。みやびくんママが、サビオババアが、レベルいくつだぞ、どれぐらい、このダイヤ数に関して、これぐらいの金額がもらえるなとかわかるんだけど、まあそこら辺で多分、ババアが、ババアの売り上げね、ババアの収益、まあそこら辺ごまかしたりとか、もしくはね、黒光り、黒光りのね、収益は申告せず、まあそういう風な感じでやってる。まあそんな感じですか。はい。まあちょっと待ってね。あとね、あのね、あの、すいませんけどね、エンドレスマイルの、人間たちね、エンドレスマイルの人間たち、あ、申し訳ないんですけど、スポンサーとして名前出すのやめてもらえますか？恥ずかしいんで、恥ずかしいんで、今すぐスポンサーの名前消してください。僕たちね、ゆいか会、そしてね、ゆいか会、婦人部、並びに、ゆいか会、ゆいが、寝落ちたい。まあそういう、あとはね、としたださん、ね、としたださんだったりとか、あとは、かおりんご、まあそういう名前出さないでもらいたいです。全然ね、そう、ゆいかか一度でも出てるんだけど、まあね、あの名前出さないで、お前ら詐欺集団と一緒にお前ら詐欺集団をスポンサーで応援してますと思われるんで、やめてください。僕の方は返金するんで、今すぐ名前を消してください。ほんとね、はい。本当に。本当にやめてもらいたい。すごいイメージが悪くなるんで、詐欺師に加担してるみたいなもんだから、やめてもらいたい。今すぐやめてください。よろしくお願いします。
あとはね、あとはですね、まあ、こんなものかな。まあ、こんな感じですね。はい。まあね、すべて終わらせて、私も辞めます。なので、私対応は現状の人まででお願いします。って感じで。まあ、暴力売られたりとかそういうことがあってね、黒光が言うこと聞か、人の話を聞かない。そんで暴力だったりとか、もしくは DV、言葉の、DV とかでね、まあ、相当やられてて、すべて終わらせてね、会社を辞めると。まあ、そういうふうな発言もしています。ババアがね。まあ、お前も一緒だけど。まあ、そんな感じでしたりとか。あとね。これか。あ、これあるね。これもあるね。ちょっと長いです。すいませんけどね。お疲れ様です。お疲れ様です。離婚危機とか、離婚とか、ハゾが来ました。わら。とりあえず私は触れることなく、せっかく夜のテレビ塔を見てるのに。また、これが本当なら、ネットで、夫婦間のことを話すのは違うと思う。私は元気を分けて、分けたくて配信して、その後続きがこれ長いんだけど、このババアね、大体ね、毎回ね、このプライベートのことまで俺に話してくれるっていうね、関係ねえのに。俺の仕事が話だって話だけど、公私混同してる会社です。私は元気を分けたくて配信してるし、またそんな話をし、えー、も、えー、話も、話をもししてるなら、こっちで話さなくてはならなくなるからやめてほしいし、話をするのはネットの人ではなく、当人同士、ね、当人同士、ね、当人同士、これんか。こっちも話せば話せばでやめてほしいし、話をするのはネットの人ではなく、当人同士で、ちょっと相手も邪魔だな。ネットを巻き込めばおかしな話になることも、なることもあるとだけ話しましたと。まあ、誰に話したのかね。誰に話したかわからないけど。わかりませんけど。あとは、ただまあこんな話かな。こんな話ね。すいません。話によっては、いつまでも私がいるわけにはいかないと思います。いることで、みんなも気を使ってしまうし、特に事務員は今もそうですが、間に挟んでしまうからですと。ね。まあ、ここまでね、このクソババアはね、クソババアは追い込まれてるらしいけど、だからお前はね、他の人間を追い込んだんだから徹底的に許さねえから、マジで。てめえは自分で追い込まれてるにもかかわらず、な、ミクを追い込んだんだから。あとはね、まあ、これちょっと見せるか。まあ、こいつね、こいつ、黒光天使。日焼けサロンに1時間半かけるね、0円旅のために1時間半日焼けサロンに通って、人のことね、ずっと待たせた男ですけど、お疲れ様です。鶴くんの件は本人が配信で話していた内容とツイッターで確認しました。刑務所仲間から連絡あり、その人間が、何、おごるから一緒に飲みに行こうと言っていて、その言葉を、信じてっていう、まあ、このね、この長いんだけど、こいつ。こいつね、投げんで、大体文章で話さない、通話で話すようになったり、こっちの仕事が増えるっつうんだよ、アホ。マジほら、飲みに行こうって、そのことを信じて飲みに行って、会計時に相手を払わずにいなくなり、鶴くんが支払ったという内容でした。配信では今回の件で人間不信だったとか、完全なる被害者意識が強いんですが、人間不信と言いながら配信で相手も要求枠は違う。まあね、鶴さんのことをまあ非難しているような文章ですけど、どこだとは。これか？あ、これババアだ。あ、これもババアだ。どれだ？今の続き。今の続きは、長えからわかんねえんだよ。だいたい。こいつら。
これか。言いながら配信で相手も欲望が違うし、自分も飲み食いしたんだから、自業自得だと私は思いました。配信をしていて起こったことは未確認ですが、GM からつるくん、GM からつるくんから話を聞くか聞かないかはお任せします。僕はこの件についてははっきり言ってめんどくせえから、つるさんには話してません。はい。1111、そんなことについてね、ピーチクパーチク、そんな細かいことまでいちいち管理するなんてだるいんでね、そんなことやるべきじゃないし。うん。ね、なんでもね、自分の支配下に置きたいと思ってんのかもしんないけど、めんどくさいんでね、そんなのね。ただでさえこいつらからの電話はうるせえのに、マジで。お前らのプライベートの話ばっか。だりんだから、ふざけんじゃねえよ。本当に仕事だりんだ。あいつらの。仕事じゃねえんだから、金もらってねえんだから。無償だからね。まあ、そのとかね、こういうのもね、上記の9月企画、まあ、これは無人島企画ですね。上記の9月企画をグループにて告知する該当する地域ライバーで、ゲスト出演したいライバーの募集をしてください。まあ、ここまではね、業務連絡。オフレコですが、趣旨はあくまでも自分をアピールしたいやる気のあるライバーを見極めるために餌を投げてあげてください。ね、餌を投げてください。お前。な、こっちはよ、な。所属ライバーはよ、ハトポッポじゃねえんだよ。てめえのな。てめえのな。ね、飯のネタじゃねえんだ、バカ。ふざけんじゃねえよ、マジ。いい加減しろ。こういうのだよ、こういうの。まあ、こんそうな、ババア、お疲れ様です。なあこちゃんが言っていた事務所に対して文句が あるけど言えないらしい。みんな言ってる発言ですが。まあ、考えれるのは、最近仲良くしているみなこちゃんかの言葉で、みんなと違う部分は、なんとか、これ読めねえんだけど、と思いますがと。まあ、こういうババアがね、まあ、この所属ライバーのことも悪口を言うというね、悪口をまあ言ってるんですよ。まあ、長文でしかも。まあ、こんなんか。まあ考えるのは最近仲良くしているみなこちゃんからの言葉でみんなと思う部分は何とかしたと思いますが、みなこちゃん自身も事務所の悪口を言ったかは不確定ですが、愚痴を配信者に言ってしまうと、ちょっとしたことで上げ足を取られちゃう時もあるから、もうこういうね、くだらないだろ、わかる？こういうくだらねえさ、ピーチクパーチクこんなことをずっと言ってんのよ。な？そんなさ、気にすることない、正直。ね、みなこちゃんと疑われちゃうし、みたいな感じのお話をしていただいてもいいですか。みやびくんはちなみにそんなやつやめてもらっても構わないとヒートアップしていますと。ね、みなこちゃんはやめてもらってもいいよと。ね、ね、もうそういう使い捨てなんで簡単に言うと。使い捨て、コマ。な、俺はそこら辺をうまくね、やり取りするために、うまくやり取りをしていたとね、所属ライバルの方ね。まあね、そしてね、なあこちゃんからね、まあ連絡いただきました。これ今日って書いてあるけど、3日前とか4日前です。みなこちゃんもほんまは事務所を辞めたいそうです。パイセンいないと余計。まあこういうことですよ。どれだけ僕がね、こうやってね、1ヶ月半しか所属ライバーとして、GM として活動していないのに、僕のことにこうやってついてくれる。まあね、黒ビカルとは違うでしょ、マジで。まあそんな感じですよ。まあそんな感じかな。まだまだ、まあね、ちょっとあるんだけど、まだまだあるんだけどね。まだまだあるんだけど、まあ、これぐらいにしとこうか。まだまだ出せるんで。社内の業務上の話を話してるのやばいな、お前。やばい会社だからね。やばい会社だから。そらそうでしょ。な、業務連絡だって言って、何かなと思って電話に出たら、な、普通に、いや、パイセン、ね、ちょっと何日か前に来てくれないって、ね、ゆうかさん、前もって来てくれないって、なんでって言ったら、ね、俺一日前とかに行こうと思ってんだけど、って言ったら、何日か前に来てくれないって言って、なんでって言ったら、洗濯機のね、不法投棄を頼まれるっていう。びっくりだろ、お前、本当に。洗濯機の不法投棄のために、何日か前に来いって、ありえねえだろ、お前。もう、それが業務なんだぞ。業務連絡なんだぞ、バカ。犯罪だろ。下手したらそれでパクられたら自分らの責任しないで、俺の責任するつもりなんだ、あの会社は。マジで。
だから未だに洗濯機もね、処分されないまま何ヶ月も、共用通路に置いたままです。置いたまま。布団のマットレスと、洗濯機。やばいわな、本当に。そういうところ。引っ越し屋のバイトリーダーだったからな、関係ねえだろ、お前。不法投棄は別だろ。まあそんなもんです。ほんと、ちゃんと処分する。3000円ぐらいのな、洗濯機なんか処分するの3000円ぐらいだろ、多分。そんなものケチって、ね。一先生、ありがとうございます。いつも応援してくれて、愛してもおでき作り、ありがとうございます。って言って3000円をケチる。ね。ね。わざとらしく、わざとらしく、昼飯は1000円ぐらいの、ね、なっけ、安い飯を食っているように見せて、放送外ではうまい飯を食う。な、そんな詐欺集団ですよ、本当に。ビッグモーターよりひどいよ、あれは。本当に、涙も一切出てない。ね、たまに目薬で、ね、画面から外れて、下向いて、ね、こうやってね、下向いて、目薬を取って、目薬で目薬当ててから、ってやってるのも見たしな、俺な。そうね。まあ、ネタなんだろうな、ネタ。涙もネタなんですよ。マジで。な、そんでな、同じ所属ライバーに、ね、家賃が払えないから20万貸してくれって言ってね、まあ、ミイラに、ね、家賃払えないから、ね、滞納してやばいから、20万貸してくれって言って、ね、その家賃を、その10万円分しかミイラが集まんなかったと。そんで、10万円しか集まんなかったです。なんだよ、使えねえな、ちって。ね、協力して家賃をね、貸してあげようとしたのに、ね、20万集められなかったことって、ね、ぶち切られるっていうミイラ、超かわいそうだね。マジで、ミイラは、一生懸命。子供を育てながらさ、働いてやってんのに、20万さ、ね、これ作るの大変じゃん。10万作るのって大変じゃん。チッて言われちゃうの。そんな会社やだ、マジ。ね、社員の人間、まあ、社員っていうか所属ライバーの方に、所属ライバーの方にお金を借りる、ね、社長なんて嫌ですよ、本当に。ね。あと、寝配信をミイラはね、怒鳴られて注意されたんだよ。お前寝配信なんかしてんじゃねえ、ふざけんじゃねえって、注意された、社長から注意されたわけだよ。な、黒光りから、ミイラが。そう、ね、そしたらもうさ、昨日の配信とかもあれでしょ、寝配信してたんでしょ？あの CA 社長。パーキング社長。てめえがやってんだ、バカ。おめえがやってっから見習ってやってんだ、ボゲ。アホだ、あいら。相当ブラックです、ほんとに。ミイラを応援してあげて。ミイラはふわっちやるんで、そうそう。ミイラは基本的にふわっちなので、ふわっちを応援してあげてください。まあ、まだまだありますよ、僕はね。こんなものはね、パッパッパーと出して、なんかちょろいもんです。言い方きついよね、かなりね。あの言い方。だから俺が入ったこともあって、その言い方が緩和するんだよ。言わないこともあるし、上の人間ね、あのね、黒光から、こういう風に言えって言われたことについても、俺は言わないことがある。やっぱりそれはね、言うべきじゃないなって、そこは別に本人の管理で、配信者としてやってることだから、言うべきじゃないな、口出すべきじゃないなってことは言わないし、ただ助言とかこうやって求めるなら助言を言うっていうだけで。あとはバンにならないようにね、ミニラがケツ出して、もうすぐバンになるときも、ね、いちいち、なんて、作業ババアから、いきなり連絡して、ね、ミニラさんがケツ出してるから、ね、ミニラさん注意してください。てめえがやるよ、バカ。なんで俺がいちいち寝ていてあればさ、セックスしてるときにさ、な、いちいちババアから LINE 来てさ、ね、ミニラのさ、なんてケツ出してるから、ね、それを注意してください。ふざけんなよ、てめえ、夜中に。な。夜中に何でしろな、本当に。ブラック企業がてめえんところは、ほんで。金もよこさねえくせに。な、それでミイラに、ね、注意するのもなんだから、ね、LINE 通話かけて放送ストップさせて、なんとかバンを回避したけど、な、そんなことも頭回んねえのか、あのバカども。頭悪い。何もできねえ。無能なんだよ、無能。偉そうにしてるだけで。本当に。
俺がどれだけ有能かわかるわ、本当に冗談抜きで。そんなこともできねえで。マジ、無人島の時はさ、8時半にね、その、なっけ、家を出るって言ってて、出たらもう9時半だぜ、お前。9時半。飲む、ね。黒ピカルは準備も何もできないで、ね。めめ、めめ。言って、ね、甘えて、自分でやりなさいって言われたら、なんか怒鳴ってて、あげく、ね、あのね、サビオババアは、なんかしんねえけど、時間がねえっつうの、おにぎり作ってるわ。バカじゃねえの、本当に。時間考えろよ。おかげでよ、な、無人島の準備やったの俺だけだ、ほとんど。周りが動かねえから、ね、ゴミヤビは、ただね、でけえ声で、レジか?とか言って怒鳴ってるだけで、誰も動かねえから、ね、俺が動いたりとか、ね、静か静かって、ね、それ取って、とか、そういう風に指示しねえと動かねえ、マジ。ほんと使えねえんだよ。何も使えねえ。な、俺も含めて社会に出なくてよかったよ、ほんとに。社会に出たら大変だわ、ほんとに。あんなの。ほんとに。グループホームか、あそこは。グループホーム。とんでもないよ。な、俺が仕事量多いって言ったらそういうこと。な、仕事量が多すぎて。俺、ババアに関しては、一回の通話時間、1時間とか2時間とか、下手したら3時間とかだからね、マジで、あのババア。内容もくだらねえ、俺からするとよ。んで、俺1円ももらってるんだから、別に。やめたくなんだろ、そんなの。金もらうもらわないじゃないよね。俺のはっきり言って、そのね、もう 100% の力使い切って、もうこれ以上したらパンクになるからやめたんだよ。どうせな、俺がやめますって言ったって、な、ああいう奴らだよ。何らかしらさ、やってさ、やめさせねえじゃん。だからさっさと逃げたんだよ。あんな会社。でもやばい。本当に。よかったよ、本当に。逃げて正解だろ、マジで。当たり前だ。あげく、な、あげく逃げたら、ミックが別に訴えるとかも言ってないのに、な、そういうものを録音取らせたか取らせてねえか知らねえけど、な、そういう風に、な、サビオババアがやったりとかな、嘘ついてさ、ね、ミックが言ってないことをさ、言った風にして、それを拡散し、とんでもねえよ、マジで、人をはめて。とんでもねえ会社だな。つか、会社じゃねえよな、マジ。失敗した会社じゃねえ。代理店。本当に。な。よかったよ。な。まあ、その契約書の内容とかはさすがに見せれないでしょ。契約書の内容とか、ね、見てもしょうがねえし。まあ、そういうのだな。よかったよ。関わらないあんなの、マジ。なんで会社にボランティアしてたの、本当だよな。無駄な時間だったよ。正直。だから言ったじゃん、入るなって。そうだな。いや、でも中に入ってみないと分かんないこともあるじゃん。ねえ。来年から給料を出すと言ったからね。そんで、今年とりあえず、来月から、なんだっけ、7月の段階で、4月の終わりの段階で、来月から、役員報酬を渡すって。で、俺いらないって言ったんだよ。来年からでいいですよって、絶対無理だから、その会社のね、金が回ってないんだから、ね、ゴミヤビと、サビオババがね、リスナーから金せしめて、その金で払うんだから、会社として成立してねえし、代理店としても成立してねえんだから、売り上げがねえんだから、だから俺いらないよって言ったんだよ。来年からでいいよって話をしたんだよ。そしたら、いや、そういうわけにはいかねえからって、もらってねえんだけど、1円も。マジで。もらっても嫌だな。まあ、正直。5万10万もらって、この仕事やるんだったら、ね、あんな、ね、なんだっけ、サビオババアの、な、会社辞める辞めねえとか、暴力振られてねえとか、別れる別れねえとか、そんなさ、プライベートの聞くの、なんだよ、あんなもん。な。
俺メンタルクリニックじゃねえんだよマジで。なあ、闇のところ行けよマジで。バカらしい。なあ、まあそんなもんです。法人化してないです。うん、来年から法人化するとか言ってたからな。いや、ほんとね、皆さん気をつけてね、そういう詐欺に騙されないように。うん。ね、美味しい話には罠あるから。うん。ちょい。うん。まあね、もうめちゃくちゃケチだよ、まあ、とりあえずは。まあ俺が放送をね、このツイキャスやることによって拡散をするのは間違いないことだと思うんで、まあこういうことがね、多くの視聴者にね、伝わればと思ってます。ライバ、配信者の方は別にどうでもいいけど、伝わればなと思ってるよ。他のクズエピソード、他のクズエピソードが、まあそれ証拠がないじゃん。ゴミヤミに関しては文章での証拠がないんだよね。でもね、これは言ってた。ちょっと何でしたっけ、ちょっと待って、エンドレススマイルの、今回のゼロインタビュー、ゼロインタビューの、予定表があると思うんで、ちょっとそれを出したいと思います。予定表、あれどこだ、エンスマの、なんか今回のゼロイン企画の予定表、消しちゃったからもう、あんなクズみたいな企画。配信用画像だっけ？あ、これか。これね。どこだっけな。ここじゃねえか。これか。これか。ここ。うん。これね。この、9月の12日、体力充電のためお休みって書いてありますね、これ。函館。まあ、函館観光した後に、白石キャンプ場で泊まってっていう、まあ、これの予定なんですけど、まあ、この12日に、実はね、TikTok ライバーの女性の方と、ゴミ浴びは、仕込む予定でした。まあ、休みなんだけど、でね、ゆいくんどうするのって言われたけど、いや、俺は別に、普通に配信しますよって言ってたんだけど、ホテルでね、泊まり寄っちゃったんだ、この12日って。まあ、これ予定表休みなんだけど、まあ、この時に、21歳の子持ちの女性と、TikTok の子持ちの女性と、しけ込む予定でした。はい。その時ね、みやびく、で、なんか、ゴミやびと、サビオババアが一緒にいたんだけど、席離れて、ね、通話中だったんだけど、俺とね、ゴミやびと。で、席離れて、で、そのね、アカウント ID、アカウント ID、その女性のアカウント ID を LINE チャットに貼ってきたっていう形なんだけど、まあ、それはちょっと晒せないんで、その女性の配信者がね、かわいそうなので、ちょっと晒せませんけど、まあそういうこともありました。うん、予定ではそうなってましたね。うん、21歳のね、子持ちの女性ですね。函館に住んでいる。まあそれだけです、ヒントは。うん、あとは皆さんの方でね、検索してください。よし。まあ、そんな感じです。まあそんな感じで。こんな嘘言ってもしょうがないでしょ、俺は。マジ、まあそんな感じ。まあ現実ね、今回のゼロインタビューっていうのは、3日間しか休みがなかったです。予定表として3日間しか休みがなかったわけだけど、もう何日休んだの？何日テント泊まってないの？ね、まあ全てです。リスナーを騙し、まあリスナーを騙しやってるというか、ホテルの机で焼き鳥にフライパン乗せてバーナーで炙ってさ、20歳の子持ちは誰ですかってコメントしたらブロックされた。すげえなそれ。全部話してって言ってもさ、その1から10までさ、俺も覚えてる話と覚えてない話あるじゃん。すべて適当だから。ね、早々出せって言われたらさ、結局さ、ゴミ浴びの場合は通話だからほとんど。だからその文章として残ってないわけよ。
ただあのさ、なっけあの、サビオ側に関しては文章で残ってる部分もあるから、まあそれはだな。あとはミクの証言な。ミクの証言があるから、それはね、俺に証言してるんではなく、うちのね、オプチャメンバーに、長文で送っている。まあこれは3人の、うちのオプチャのメンバー、個々にこうやってあったりとか、あとはね、爆音用紙を。まあこういうので、まあ証拠があるので、まあ話は一貫性があるので、まあそういうことを考えれば、まあそれは真実。じゃなければね、一貫性はないので。まあそんな感じです。まあそんな感じだな。25日にボジャツを配信会で話すって、ああ、黒光。まあいいんじゃない、うん、何みやびくんはユイガレスダを蹴ってる。これマジ、俺も蹴られた。ああ、そらそうだろう。あのさ、うちのリスナーに恥かかってたんだから、な、あのさ、最後のさ、ホッケ事件の時に、な、自分の枠を切って、俺と、な、黒光の放送やってて、自分が頭にしゃ、カチンと切ったら、ちょっと待ってって言って、自分の枠を閉じて、俺の放送で、な、俺のリスナーの前で、な、リスナーが恥かくようなことをやったんだから、な、あれは、リスナー頭来るわ、自分の放送枠を閉じて、俺の放送で怒鳴り散らして、それ頭に来るんだろう。まあ、俺も悪いことしたと思うよ、あれは。宮城くんリスナーにね、つっかかったわけだから。まあそれはしょうがないけど、その後だよな、その後。ネタで通じねえように、な、俺がタバコ吸いに行くって言ったでしょって言ったら、え？聞いてねえよと言ってさ、あれは冗談で通じないよな。誰も不愉快。俺はっきり言ってあの時頭来たもん。マジで。シャイニングウィザード決めようと思ったぐらい頭来た、マジで。あの時は冗談で通じねえから。もうあの状況って。もうあれでだからね、オプチャの人間がこうやって LINE で俺が我慢してるのがわかるよとかそういうね、チャットが来たからね、みんなでオプチャの人間でやりとりしてたわけよ。もうあれで俺は、あ、やめようと思った。リスナーついてこないなと思ったから。あんなのじゃ。だって残り21日間あるんだよ、あんなのが。あんなさ、な、ね、テントに入って寝ようと思ってもさ、いびきがうるさくて、寝ても覚めてもさ、な、寝ても起きてもうるせえようなさ、な、あんな企画あと21日間俺が耐えなくちゃいけないって絶対無理だわ、本当に。やめるだろ、バカ。1円の価値もならねえ。な、車のシートベルトはしねえわ、飲酒運転はするわ、どうしようもねえだろ、マジで。なら。青か。な、昼間のね、あのゼロインタビュー、昼間はアイテムが飛ばない、視聴者も少ない、ね、ね、自分は放送落とされる、ね、ちょっとゆうくん、ちょっとこうやってやって、ミュートして、ね、ミュートして、そしたら、昼間はちょっと、これ全然アイテム飛ばないから、やっても今ね、意味ねえし、ガソリンでかかるだけだから、これね、落とされもするし、アンチの通報で落とされもするし、意味ねえから、だからこれ高速で行こうって、いきなり予定変えちゃった。びっくりした、俺。高速と思って、いや、それもう最初からやばいでしょって。だから俺がいる時までは高速乗ってないけど、ね、俺がいなくなってから高速多分使ってんだろうけど、もう企画を変更してしまう、勝手に。すごい。しかもそれが理由がね、お金が飛ばないから、アイテムが飛ばないから、リアトスも来ねえしって。どうせ岩手とか、なんだっけ、秋田とか岩手は絶対リアトスなんか来ねえから、無駄だからって。一応ね、高速で通ればいいからって言ったから。すげえね、やっつけですよ。本当にかわいそうに。チコちゃん来た時もとっちゃいなかった。まあいないでしょ。北海道はね、俺のリスナーさんもね、何人か来てくれるっていう風な話になってたんだけど、まあね、そのリスナーさんたちはすいません。まああとはね、何日か忘れたけど、仙台で静香が合流する予定。まあそれも台本ね。静香を呼び出して、多分静香の自腹で来させるって言ってたから、静香の自腹で、まあ東京から、東京からだっけあいつ住んでんの、静香。
時静か、静かの自腹で仙台に、はい、仙台で合流、うん、自腹です。会社から1円も出ません。で、とりあえず関東に、関東に来るまでの間確か合流、一緒にやるんじゃなかったっけな。うん、まあ、静かも利用されるんじゃない。なんでかって言ったら、静かは今ね、登ってます。かなり登っている状態なので、まあ利用するってだけね。で、そういうのを結局、自分がまた泣き芸とか同情芸やって、ね、自分のところの相手も飛ばせるっていう。うん、まあそういう感困難でしょ。自分だけ儲けないから。盛岡の話聞いたぞ。隠し通すつもりでない盛岡の話って。盛岡ってどこ？盛岡はわかんねえな。岩手、あ、岩手県は何？岩手県は高速でしょ？あ、岩手県は盛岡市ね。それをどうした、うん、仙台って話になってるな。うん。宮城の放送いきなり終わった。タカがね、タカが伝言伝えた。もしくはババアが、うん。そんなもんだよ。あそこら辺あの3人しか回ってねえから。うん、ね、うん。宮城ぶち切れて警察行けばいいじゃん。てめえ、お前らの悪事が、な、犯罪行為がバレるから、本当に犯罪行為あんだから。うん、やりゃいいと思うよ。うん、勝手に警察行って自首しろ。マジで。よかったよ、うん、お前のこと詰める？バカ、詰められるわけがねえだろ、チンペラごときが。バカ野郎、チンペラごときが俺のこと詰められるわけねえだろうよ、アホ。おめえより賢いんだよ、おめえみたいなコンタン丸見えだろうよ、ゴミヤビ。だからパーキング社長とか呼ばれるんだよ、パーキング社長。な、市営住宅の家賃未払いで、な、市営住宅の駐車場から追い出されて、コインパーキングでしか止められねえんだよ、レクサス。片落ちのレクサスをコインパーキングで止めることしかできねえんだよ。おめえよ、家から追い出される、はいね、追い出される前にお前駐車場から追い出されてんだろ。だから止められねえんだろよ、バカ。市営社長。あ、バカ言ってんじゃねえよ、おめえ。にゃん姫いらっしゃい。間違ってんのか。どう、名古屋の市営住宅。まあ、片落ちのレクサスが何だろうか、それは別にいいけどさ。別に片押しだろうが何だろうがいいけど、俺な、車の免許持ってねえ俺よりいいし、車持ってねえ人間よりね、俺よりいいし、うん、な。まあ、あとはね、なっけ、ゴミヤビと、な、サビオババアが、ね、俺が今回、名古屋に行った時に、そう、名古屋に住みなよって。私たち新しい新築のデザイナーズマンションを見つけたから、そこに住むから、だから、ゆいくんはそこに住んで、ね、今の市営住宅に住んで、事務所兼、俺の自宅として使用してればいいじゃんって。なんで俺さ、ゴミ屋敷みたいな。マジ、すげえゴミ屋敷なんだよ。まず放送上じゃ綺麗なところしか見えてないけど、ほんとあっちこっちにね、タバコの吸い殻だったりとか、何、タバコのこういうビニールのゴミとかさ、そんなのあっちこっちに散らかってて、もう玄関なんかさ、汚いし、なんか体洗うさ、こうやつあるじゃん。体洗うこういうゴシゴシするやつ。あれをかびてるし。俺買ってったわ、マジ。買って自分で使ってったもん。マジで。汚ねえんだよ、マジ。あんな100均とかで買えんじゃん。かびてんだから、マジ。うん。でね、なんかボディーソープがねえとか言って、俺が言ったらボディーソープがねえって言ってから、ミクと一緒にさ、コンビニさん回ってさ、ボディーソープ探してさ、うん、マジで。どんだけだよ、マジで。
浴槽なんか使ってねえんだろうな、あれもう、何年も。なんか髪の毛がさ、こうやって落ちてんだよ。あ、汚ねえなと思って俺水流したもんね。さすがに。まあ、ああいうところね、マジで。やっぱりね、あの、玄関とか、もちろん部屋ももちろんそうなんだけど、玄関とかそういうものが綺麗にできてない人間って、あの、掃除とか片付けができてない人間ってね、やっぱりね、その、適当なんだなと思うよね、つくづく。それは思う。あの、玄関の、すごい、もう玄関の扉がさ、ガシャって閉まんないの、ちゃんと閉まんないの。思いっきりギュッて引っ張んない、閉まんないの。それもね、玄関のあの、足の、あのさ、靴脱ぐ場所あるでしょ？あそこのところのさ、マットみたいなのがあるんだけど、それがはみ出てるから閉まんねえんだよ。うん、それも直してとかさ。トイレの便器のさ、あの、座る、この椅子あるじゃん？椅子などももう取れちゃって、ね。あれどうやってうんこしてたのかなと思うぐらい。うんこ、ね、女性の、ね、ババアはどうやってしょんべんしてたのかって。蓋がねえんだもんだって。この座るところないんだよ。外れちゃってんだよ。あ、びっくりだなと思って、俺コンビニまでトイレ行ったもんね。ほんでそれで自分で直した。ネジではめて、自分で直したわ。本当に。汚ねえわ、本当に。まあ、ゴミ浴びっていうだけあるよね、さすが。